キャロルキングタペストリーから始まりました赤レンジャーでーす。あ、違う、保護色図です。ちょっと待って、ビデオ、え、ビデオ自分のか、ん、すいません、公共の方を大事にさせていただきたいと思います。繋がせていただきます。すいません、本当ね、赤いの一応トレードマークなんですよね。で、保護色になっちゃったっていうのを聞いてすぐ気づいたんですけど、もうどうしようもない、もう遅い、気づいてもう遅いし、はい。で、あとちょっとね、ハロウィンっぽくこうね、こういうの巻いたりして、彼すごいアイドルっぽいよね一応ニッキーだって言ってたけど奥にもね、もう一人ハチマキいるの、ジャニーズ、ジャニーズ。というわけでよろしくお願いします。
日本語の曲を2曲珍しく取り入れてみました。まあもともと瀬戸利にあったのはカンナ8号線だけだったんですが、私がわがままを言ってどうしても堤恭平様の曲を何かやりたいということで、今日ほぼぶっつけでやっております。もうネットで一生懸命やり取りして、コードこれね、このパートねこれはなしねとか言いながらね、メンバーありがとうございます。メンバーの皆さん、はい、というわけでじゃあ何かありますか、堤恭平様。好きないんでやめておきますが、本当皆さんいろんなね、あの曲に思い入れとか、その時の自分の状態で、あこういう曲が流行ってたとかいうのでこう重ね合わせることよくあると思うんですけど、うわ常にいらっしゃいますね。その偉大さというのは本当これからも尊敬しながらやっていきたいと思っております。こんな真面目なことでいいでしょうか。はい、ありがとう。はい、はい、では、じゃあまた洋楽とか、ポルトガル語とか回ってないし、ポルトガル語、ポルトガル語とか、はい、やっちゃいますよ。はい、thank you.
イロルキング、はい、でした。じゃあ、問題の、はい、はい、わかります。ポルトガル語です。はい、はい、おー、一番緊張する。シンセ弾いたり、全然できなかった。どうぞ。あ、つなげと言われたんですけど、ベルガモット T はもともとね、最初1曲目3人でやってたの気づきだったでしょうか。マミーゴ、ハルナーゴ、トモユキーゴでまたニックネームがついてハルナーゴとか言ったことないんですけど、やってたんですよ、3人。まあ本当はもっと最初はね、2人で
あのマミハルでやってたんですけれども、だん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 こういう感じで赤いトラクター軍団をね連れて歩くように外したわ。多分この話みんな分かるよね、赤いトラクターとか言っても分かるよね、うんうん、でも笑って愛想笑いしかしてくれないんですよみんな燃える男のね、うん、はい、モノマネはお預けよ、はい、はい、やっと笑ってくださいまだ大丈夫でした。4時間あと2曲ですね、はい、幸いです、ね、そうです、はい、早いね。
元曲は、藤田恵美さんがカバーしたのを気に入ってちょっと私が、レパートリーにしました、最後一曲となりました。じゃあちょっと私も PR ってさっきなんか、PR、ルーベンさんの真似して PR していいですか、PR、はい、PR、来週31日ですが、もう千葉県なんですが稲毛海浜公園っていう公園がありまして、そこの野外ステージで、他の、オリーブッドストリートというバンドで、やります。野外です。まあ多分みんな遠いと思います。はい、はい、告知でした。はい、はい、そして大事な告知をタムさ ん, タムさんお店の宣伝ませんね。高円寺で、お店を、8月からオープンさせてしまってまして、あのこのコロナ禍の中、お店の方では演奏ちょっとした弾き語りとかできるようにしてますんで、ぜひうちの店を使って、まあ、宴会とかライブとか女子会とかいろいろ、はい、反省会とかね、いっぱい反省。お店の名前、そうかそうか、どこにあるんですか。どこだった、高円寺の東通りの矢字北2号店。皆さん、はい、なんで2号店っていうかは、まあ、個別にお店行って聞いてください。はい、はい、お店でも、はい、ぜひよろしくお願いします。ではじゃあラストいきますよ、ありがとう。こちら、
ラスト、ユッキー。